はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。で、初めての方よろしくお願いしたいと思います。で、今回からですね、こちらのファイアーエンブレム紋章の謎というのをやってみたいと思います。でですね、電池がなくなっててデータが飛んでたんでね、ちょっと電池を入れ替えたんですけど、うまくいけばいいですけどね。はい、で、もちろん第1部のね、もともとファミコンの方で出ておりましたね、こちらのシナリオからやってみたいと思います。リメイク版になるんですよね、ではちょっと読んでみますね。その昔、アカネイア大陸アマムクートの王メディウス率いるドルーア帝国に侵略され、人々は恐怖と絶望の中にあったと。この世界を守るべきアカネイア帝王国は恐るべく暗黒竜の力により壊滅。世界は今まさに滅びようとしていたと。しかし奇跡が起こった。田舎町のアリティアのアンリという若者が苦難の旅の末、光り輝く、神剣ファルシオンを手に入れ、暗黒竜メビディウスに挑戦し見事打ち倒したのだ。ドルワ帝国はと滅び、アカネイア王国は再建された。そして世界ですね世界は平和な時代を迎え、アリティア王国をはじめ多くの国が新しく建国されたと。しかしドルワ戦争から100年の後、100年の後の方がいいのかな、長い時を経てドルワにメディウスが復活したと。そして隣国のグルニア、マケドニアを併合しドルワ帝国を再建。同じく世界支配の野望を持つカダインの大司祭ガーネフと手を組み、アカネイア王国に攻撃を仕掛けたと。アカネイアは必死に防戦したが、グルニアの名将カミュとメディウスの力の前に敗退を重ね、やがて王女ニーナだけを残して滅び去ったと。英雄アンリの血を引くアカネイアのコーネリアス王はメディウスを倒すために伝説の神剣ファルシオンを持って出撃したが、同盟国グラの裏切りにより壊滅。アリティア王国もまた滅亡することになったと。しかし14歳のにある王子マルスだけは姉エリス王女の助けによりかろうじて脱出し、辺境の島国タリスへと落ち延びていったのであるということですね。ごめんなさいね、ちょっとカミカミになっちゃうかもしれないですけどね、勘弁していただきたいと思います。はい、第1章ですね、ごめんなさい、第1部第1章、マルスの旅立ち。ドロア帝国によって祖国を追われたアリティアの王子マルスは、老騎士ジェイガン率いるわずかばかりの騎士団に守られて、ようやく東方の島国タリスまで落ち延びた。タリス王国は騎士団さえ持たない辺境の小国であったが、タリス王は彼らに東の砦を与え、できうる限りの援助を惜しまなかったと。そして両親を耐え、愛する姉まで奪われて悔しさに身を震わせるマルスに優しく告げたと。マルス王子よ、姉姫を思う気持ちはよくわかると。だがそなたがまだ14歳、帝国と戦うにはあまりに幼すぎる。今は我慢されよ、この陣とどまり力を蓄え、そして時を待つのだと。タリスの人々の優しさに守られてマルスはこの国で2年の日々を過ごしたと。そして間もなく16歳になろうとするある日のこと、タリス城からシータ様が来られましたとね。ガルダの海賊が突然襲ってきたということですね。お城も占領されて大勢の人が殺されたと。
はい、ということですね。はい、まずね、あれどうするんだっけ。こうだね。まず5000ゴールドをね手に入れて、うん、あーそうか、アベルの方がいいのかな。あか、そうですね。でシーダーをまずね上げちゃいましょう。一応情報はね聞いときましょうね。ソシャルナイトやペガサスナイト、馬から多いとナイトに、ホース面が馬から多いとハンターになって戦うことができるよと。そうですね、砦というのはここですわね。うん、そうですね、弓に弱いんですよね、ソラオトボというのは。はい、そうしましょう。まあどう近づいてくるかですよね。あ、固めてってるね。まあとりあえずこの真ん中の砦をね押さえることが肝要かなと思います。まあ初回なんでね、アニメはちょっと入れてるんですけども、もうちょっと経てば、鉄の意味でいけるかな。あー中途半端。こんな時にクリティカル全然ないね。
はい、ではターン終了ですね。あー、ジェイガンさん狙ってくるか。うん、なるほどね。動画さんはね、ガーターに一番最適なんでね。ちょっと弓矢部隊怖いからね、先にやっつけときましょう。カインさんは結構ね役立つんでね、なるべくちょっと前線にね。ああ、これはマルスさんでいた方が美味しいね。あー、店か。店はいらないな、まだ。もう弓矢部隊いないんでね、シーダでも全然大丈夫なんですけどね。はい、これで、まあちょっとあえてね森に入れたんですけどね。ああ、カインさんに攻撃してきたね。うん、よし、上がりましたね。
ジェイアンさんちょっとおとりで押さえときましょうね。よし、これで、うん、終わり。はい、まあ砦なんでね、当たっても回復はしてくれるけど、あ、避けちゃったうん、アカデミアのニーナ王女様がオルレアンのハーディン様とともにオルレアンに攻め込んできたドルア帝国軍と戦っているらしいねと、苦戦してるらしいから早く行って助けてやりなよと。はい、よいしょ、これで、うん、行きましょう。はい、ガルダというのはタリス島の西にある港町ですと。今ゴメスという男が支配していて、海賊の巣窟となっています。なるほど。誰に来る？買いに来たね。
あ、仕留めれるかな。あ、仕留めれない。避ける。うん。はあ、2回攻撃大きいね。さあ、もうちょっとですね。傷薬をね、いただきましたよと。はい、これで行ってみましょうか。まあ、引きつけるのにはちょうどいいよね。あ、いや、こっちから行こう。ああ、カーサイだ。カザックさんね。ちょっとは強いんですよね。うん、もう次のターンで終われそうやね。おお、回復するんだ。避ける。あ、ええ具合に減らしてくれましたね。はい、カインさんで攻撃ね。
鋼の弓で行ってみましょうか、一発ね。うん、避けるんだ。おお、一発。はい、ということで、戦いって終わりですね。制圧。ならばわしからもわずかの兵じゃが、わずかじゃが兵を出しようというね、オグマさんと4人ぐらいいましたよね。うん、そうですね。村に隠れてるものや敵に囚われているもの、また仕方なくドルア帝国に勝たしているものもいる。そういった人たちを探し出して共に戦うことが大切なんじゃ。わかったの、マルの掃除と。はい、ではね、うまく記録してくれればいいんだけど、あ、加点記録すんのかな。はい、それではね、ちょっと今回はここでちょっと終了したいと思います。ありがとうございました。ではさよなら。